では、E メール問題をやっていきます。問いの24ですね。まず問いから確認していきますと。Derek Lyle mentions that server, ブラブラブラということですね。選択肢はこれ最後に見ていきますと。mention が述べるっていう動詞ですね。なので、Derek Lyle さんが mention しますと。that 以下の内容ですね。で、the server がどうなのかということですね。サーバーっていうのはレストランとかで働いている、スタッフさんのことですね。なので、日本語にすると、デレック・ライラさんは、サーバーさんについて、何と言ってるかということをこう意識して読んでいきますと。で、E メール問題のこの辺見ていきますと。まず、誰からのメールなのかということで、デレック・ライラさんが書いた E メールだと。で、宛先が2のアンナ・クレメンスさんかな。で、日付が June 2nd と。で、タイトルが Your Restaurant、あなたのレストランということですね。Dear Miss Clemens と、親愛なる Miss Clemens さんへと、結構なかなかね難しいですね。個別に見ていきますと、Let 人同士で人に同士させるですね。本文では Let you know であなたに知らせるというね、使い方です。で、本文でこの Let you know の後に Let you know how impressed we both were っていうのがついてまして、これがちょっと難しいんですけど、まず impress がですね、感銘を与えるっていうね、動詞なんですね。Be impressed で、感動する、感銘するですね。感銘を受ける。で、本文はこの形で使われてて、どんな風に使われているかというと、We both are impressed with ブラブラブラで使われてて、私たち両方、二人が are impressed しました with 何とかによって、感動しましたということですね。この何に感動したのかというと、クオリティ質っていう意味なんですけど、The quality of the service and the food で、サービスであったり、フードのクオリティ質に、感動しましたっていうね、内容になってるんですね、この辺が。で、まず、このね、元の文章を押さえておく必要があると。We both are impressed with the quality of the service and the food と。で、本文では、Let you know の後に、これがつながっているので、Let you know how impressed、どれだけ impressed されたか、どれだけ感銘を受けたか、We both are、ブラブラブラってね、続くわけですね。で、それを踏まえて本文ですけど、Yesterday evening, I visited your restaurant with a friend, and I wanted to let you know how impressed we both were with the quality of the service and the food. と。Yesterday evening に私は visit しました、あなたのレストランを、with my friend, 私の友人とですね。そして、I wanted to let you know, あなたに伝えたいんですと。何をかというと、How impressed、どれだけ impressed 感動したかですね、感銘を受けたか、We both 私たち両方がですね、were、何にかっていうと、With the quality 質ですね、quality 何のかというと、Of the service and the food、あなたのレストランのサービスとフードにどれだけ感銘を受けたのかというのを伝えたいっていうことですね。で、The server Beth was excellent。 そのサーバーさんなんですけど、その Beth っていう名前ですね。そのサーバーさんが was excellent、 素晴らしかったと。Polite は礼儀正しいですね。 She was polite and she was able to answer all our questions about items on the menu と。彼女っていうのはすごい polite、礼儀正しくって、She was able to 何々できましたと。 Answer できましたと、何にかっていうと All our questions、私たちの質問に答えることができたんですね。で、何の質問かっていうと、questions about items on the menu。で、ここでのアイテムっていうのはメニューにある料理名のことですね。料理のことについて、全てね、質問に答えられたっていうことですね。はい、ここもね、なかなか難しいですけど、make sure that blah 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 で、間違いなく that 以下をする。もしくは、that 以下の内容を保証するとかね、そんな感じの意味ですね。これが、過去形で使われてて、made sure that、that というかの内容を保証するとか、間違いなく何々しますと。何をするのかというと、we had everything we needed と。ここもちょっとね、ややこしいんですけど、実はここに that がね、省略されてて、何を make sure するのかというと、私たちが持っていました。何をかというと、everything、すべてを持っているかどうか。で、どんな everything なのかというのを that で修飾してて、we needed、私たちが必要だった全てをちゃんと私が持っているかどうかっていうのを、確認してくれたみたいな意味ですね。で、それを踏まえて本文ですけど、She also gave us some suggestions about what to order and made sure that we had everything we needed during our meal と。
彼女はまた、ゲイブ与えましたと、私たちにですね。何をかというと、some suggestions をですね。サジェッションは提案ですね。で、何の提案かっていうと、about what to order。まあ、何をオーダーすべきかの、なんかおすすめみたいなのもね、教えてくれたんだと。で、さっきやったメイド手話ですね。で、だーっというかの内容を、まあ、間違いなくしてくれた。もしくは保証してくれました。何をしてくれたのかというと、We had everything。 私たちがすべてを、まあ、持っているかどうか。で、どんなすべてかっていうと、ここ that が省略で、everything that we needed。 私たちが、まあ、必要だったね。すべてがちゃんと来ているかどうかっていうのを、まあ、ちゃんと確認してくれましたよと。それはいつかっていうと、during our meal。 私たちの、まあ、食事の間にっていうことですね。で、以上の内容を踏まえて、まあ、24番のね、問いに戻っていきますと。keep, kept, kept、keep の活用ですね。keep, blah, 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 ing で、まあ、ing し続ける。bother は邪魔をするですね。で、選択肢の1番、Derek Lyle mentioned that the server kept bothering him and his friend during their meal と。Derek はメンションしましたと。ざっと以下のようにですね。the server っていうのが、kept bothering、まあ、ずっと、まあ、なんか邪魔をしてきましたと。誰よかっていうと、彼、デレックと彼の友達を、まあ、邪魔してきましたと。で、それはいつかっていうと、during、their meal、彼らの食事時間ずっとだって言ってるんですね。ただ、そういった話は出てきてなかったので、これは×ですと。で、2番ですね。seem to do で、まあ、to do するように見えると。で、選択肢では、seemed to know very little。これで、まあ、seem to know。知ってるように、まあ、見えると。 very little、 ほんの少しを知ってるように見える。まあ、つまり綺麗な日本語にすると、ほんの少ししか、まあ、知らないように、まあ、見えましたっていうことですね。で、それ踏まえて、2ですけど、 Derek Lyle mentioned that the server seemed to know very little about the items on the menu と、まあ、サーバーさんが、まあ、見えましたと。知ってるようにですね。どんな、何を知ってるのかというと、ベリーリトル、少ししか知らないように見えたと。で、これ何についてかというと、the items on the menu と。まあ、これさっきね、やりましたけど、ここでのアイテムっていうのは、料理のことですね。メニューに載っている料理について、ベリーリトルしか知らないように、まあ、見えたって言ってるんですね。ただ、本部でこれとね、真逆のことが書いていたので、これは×です。で、3番ですね。まあ、let 人同士で人に動詞をさせると。選択肢3では、let him and his friend choose で使われてて、let とさせますと、彼と彼の友人に choose、選ばせますっていうね、使い方をしますと。で、3番、Derek Lyle mentioned that the server let him and friends choose which table to sit at と。Derek さんは、まあ、メンションしました、ざっというかのようにですね、the server さんが、レッドしましたと。彼と彼の友人に何させたのかというと、選ばせたんですね。何をかというと、どのテーブルに、座るのかというのを、まあ、選ばせたって言ってるんですけど、まあ、テーブル同のコーナーの話は出てきてなかったので、これは×になります。で、4番ですね。recommendation、これおすすめっていう意味ですね。make a recommendation で、まあ、おすすめをするっていうね、動詞になります。で、4番、Derek Lyle mentioned that the server made some recommendations to him and his friend と。Derek Lyle さんは、まあ、ざっと以下のように、まあ、メンションしましたと。で、サーバーさんが、made some recommendation と。まあ、いくつかのおすすめをね、してくれましたと。これ誰にかっていうと、to him、his friend。Derek とその友人におすすめをしてくれたって言ってるんですね。で、この内容が、まあ、まさに述べられていたので、これが正解となります。